はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 NTT 東日本です。さあ本日なんですが、テレホンくん、皆さん覚えてますか？あのディフォーマーテレホンっていうね、攻撃表示で存在してる場合ながらサイコロ振って、でライフ回復して、でサイコロの出た目の数以下のレベルを持つディフォーマー墓地から特殊化するっていう効果で、まあ、テレホンでテレホンを蘇生する、まあ、テレホンムーブ、テレホンループっていう、まあギミックがまあ、めちゃくちゃ強いという話なんですけども、テレホンさん、なんかホルスデッキとも相性いいらしくてこれね、なんか俺デュエリストカップやってたらなんかこんなようなデッキと当たったんだよね。で、なんか面白そうだなと思って作ってみたんですけど、なんか強かったっす。はい、まあこれどういうことかって言いますと、まあ、テレホンのギミックって基本的に墓地にテレホンがいる状態で盤面にテレホンを用意するっていう、まあ、その状態を作ることから、まあ、デッキ回るじゃないですか。まあ、だからその機械複製術とか、ディメンションダイスとかが入ってるんですけど、ホルスギミックを採用することによって何が起きるかっていうと、まず手札のテレホンが切れる。まあ、要は、まあ、2枚引いてしまってても、1枚捨てて、1枚召喚すれば、まあ、それだけで、テレホンループに入れるということで、まあ、それは普通に相性がいいということと、あと、墓地に落とせるカードを、その、例えば、ジアンデッドヴァンパイアとか、これ、墓地にモンスター叩き落としてから、もうモンスター特殊ができるんですけども、要は、テレホンを墓地に落として、テレホンを特殊ができるっていうムーブ、まあ、これができると。で、さらに、トップシェアっていう最強カードあるんですけど、この最強カードでデッキトップにカードを置くことができるんで、まあ、実質テレホンを、まあ、確定で、特殊召喚したり、する動きもできると。いうことで、あと普通にその、レベル8がモンスター2体先に並ぶから、フォトンロードで2ビルケアできるとか、あとね、エクシーズモンスターちょっとね、今回枠なくて入ってないんだけど、対象耐性がね、付与できるモンスターもいるんだよね。この、聖国天竜エネアードっていう、なんかその自分のフィールドのカードとか墓地のカードを対象とする、カードの効果無効にして破壊できるみたいなモンスターもいて、こういうの入れてもいいし、なんかね、ホルスとテレホンでめっちゃ相性いいんだよね。で、しかもさ、ホルスってさ、イムセティがさ、大体さ、ウララとか吸ってくれるからさ、その、こっちの、まあ、絶対ウララ打ちたいからとか一応通るじゃないですか。その、テレホンに対する機械不審ですとか、あと、ディメンジョンダイスとか。まあ、結局そのテレホンが墓地、フィールドにテレホンっていう状態が用意できればこのデッキは勝てるんで、それを、まあ、ありとあらゆる方法を駆使して、まあ、準備していくっていう。まあ、そんな感じですね。ギミックとしては。まあ、ちょっとランク8もうちょい入れたいんですけど、ちょっと、エクストラデッキパンパンで、もう入れるわけないので、まあ、こんな感じになってるんですが、まあ、普通にその、使ってる感じ結構決まるんで、テレホンループ。まあ、ちなみに何をやるかっていうと、先行暗記します。はい。まあ、先行暗記で、また後行暗記ですね。はい。ちょっとやっていきましょう。まあ、こういうクソデッキ、成功率高いとダメだと思うんですけど、まあまあ成功率高くて草です。デュエル。スタンバイ。ちなみにね、こういうね、人に迷惑をかけるね、地雷みたいなデッキをね、デュエルスカップで使うのは本当にやめた方がいいですよ。はい。相手に迷惑かかるんで。はい、相手に迷惑かかるんでマジで。まあ、と言いながらね、僕はね、まあ、意気揚々と使っていく所存ではあるんですけどね。はい、でこのデッキ、いやでもね、これで結構ね、回してる感じまあまあ強いね。まあまあ、まあ、とりあえずイムセティ君のね効果を使っていくことによって、まあ、いろいろ起きていくデッキなので、まあうららかな。あー、オッケーオッケー、了解。うららはオッケーです。了解しました。まあ、ディメンジョンダイスが通るといったところで、裏直ったぞ。イブセティが裏直った。イブセティ裏直ったのでいけ。で、ハーピ特集。で、あとは、まあ、これで、まあ、反応を見て、あ、なんもないね。反応を見てなんもないという話がある。であるならば、まあ、一旦、これじゃ、エクストラデッキかな？もうちょっと余ってればですね、まあ、もうちょい。いろんなカードが採用できるんですけども、ちょっとエクストラデッキが余ってなさすぎて、フォトンロードぐらいしかないんですけど、対象耐性付与できるやつもいるんですよ、ランク8で。だそういうのをね、入れてもいいですね。はい。で、ディフォーマーテレホン君の効果起動しまして、で、ディメンジョンダイスを発動する、ディメンジョンダイスの効果によって、ディフォーマーテレホンをリリースし、デッキから、ディフォーマーテレホンを特殊召喚。さあ、始まるぜ。まあ、ちなみに、ニビルケアだけはしておいた。これちなみに、フォトンロードのところを、対象耐性のね、なんかね、聖国竜みたいなやついるんだけど、それとかにすると一応対象耐性が実質付与できるから、それでもいいし、まあ、正直、
大体相手無限包容とか打ってくる場合は多分オライアールラドンとかに打ってくるんですよ。ラドンとかに打ってくるから、だからラドンに打たれたら無限包容とかフィットベーラーをもう一周すればいいんで、ラドンをラドン2周できるようになってるんで、このデッキなんで、まあそれで貫通していけばいいから、まあ実質まあ相手がね、頭がいい人だとちょっとあれだけど、はい、まあね、大体なんとかなります、これで。はい、ここに今無限ホールとかエフェクトウェイラー打たれても、もう一回テレフォンで蘇生してみたいな動きして、ラドンをもう一回作りに行くという、ラドンにね一応単位制限が無効にされてればないので、実質で幻獣機 R ラドンの効果発動する。一旦リリースしましてですね、どかしましょう。モンスターがちょっとモンスターゾーンがないので、であとは、ひたすらに、テレフォンを蘇生していって、相手があとはどこまで見てくれるかですね。ランクマの友達とかデュエルスカップの友達、基本的にこっちの手が見てくれないじゃないですか、まあ、なんで、まあ、どこまで見てくれるかが、まあ、非常にそのこのデッキの、まあ、重要なまあ重要なそのなんだろうな、同化か成功するか否かにかかってるかなっていったところなんですけども、意外と見てくれそうじゃない？相手絶命したか、相手絶命した可能性あるな、まあ、とりあえずちょっと無限に迷惑電話、あまあ見てくんないよね。おっとラビリンスか、お、なんだラビリンスムーブか、それとも事故ったかどっちだ、ちょっとわかんねえな。まあ、とりあえず一回ガジェットゲーマー召喚するしかねえな。ガジェゲ召喚、ガジェゲ効果、いやでもこっちハンド読めえな。カノプスの守護者か、なるほど、カノプスの守護者ホルスですね。あ、じゃあこれ所定にイムセティ引けてないおじさんってことか、なるほどなるほど、オッケー。ステカード、じゃあサモンリミッターとかだとちょっときついかな、さすがにサモリミだけほんとやめてくださいみたいな話なんだけど、ディフォーマーテレフォン出しに行くしかない。ガジェットゲーバーの効果、自分をリリースして、墓穴やめて、墓穴やめて、あ G ね、まあ、そのタイミングでの G はマジでありがたいわそのタイミングでも G、 お前ホルス使ってんならガバケアせやみたいな、あーホップイヤー飛行隊ね、あーなるほどなるほど、はい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 、あれか、バルーンですか、了解。8-2 でシンクロして、確かに、ね、ホップイヤー飛行隊も結構ねホルスと相性はいいですからね、一応ね。まあただ別にそこ普通にアサルトシンクロとか入れればいいんじゃないかっていう説はありますけどね。はい、でサイフレームギアガンマとドライバー出てきて、いやーこれね、手札からまあテレフォン特殊召喚するんですよね。でもちろんテレフォンもう一回特殊召喚、テレフォンじゃねえや、ガジェットトレード特殊召喚するんですよね。でですね、ガジェットトレーラーの効果で、打点800アップは使い得だから一応言うすか、メインフェーズ手札からディフォーマーモンスターを2位の傘だけ選んで墓地へ送る。さあどうしますか。なんかさ、相手知らなすぎ、あマジマジやばい、わけのわからないところに、意味不明なところに、意味不明なところになんか打ってくるぞ相手。なんだそのセカード、そしてよマジでちょっとね、さすがに実績解除したわ、なんか意味わからないもんさ、ガジェットトレーラーの効果にバロネス打つという地獄みたいなこと起きてます。はい。デュエリストカップファーストステージがしょうがないよね。デュエリストカップファーストステージってさ、圧倒的にやっぱちょっとカードの効果も知らない人結構多いんでね。まあしかも、結構やっぱランクマとかと比べるとかなりまあ、対戦相手の方の、まあ、レベルが、まあ、ちょっと、まあ、低いというか、まあ、ちょっと言い方悪いな。低いというのは。なんか、やっぱ、いろんな人が参加できるから、デュエルスカップっていうのは。だから、その、今、いつも僕たちが相手してる方たちじゃなくて、ね、
ていうちょっとなんか言葉むずくない？で、こうして町田に、あとはまあ適当に執行していくだけだったら死ぬんですけど、なんかセカードの遅延ねえし、まあ、ちなみにもうアーデク打ってるから、アーデクってかアーデク着地してるからまあまあ何打たれても関係ないんだけど、さあ、どこまで見ていただけるかですね。私のさあ一体全体どこまで見ていただけるかといったところ、ちなみにテレフォンの、あ、ちょっと待って、こっちか、あのテレフォンのあのワンキル方法が知りたい方はですね、あの以前の動画見てください。僕のこれもなんかワンチャンス、相手多分この敵知らないんですかね。相手多分この敵知りません、おそらく。相手この敵知らないから多分時間かかります。はい、多分これ時間かかります。最後まで作業させていただけるかもしれません、もしかしたら。それはそれでいいか、解説動画としては。ブブブブ、ちょっとあのね、このデッキのね、負け筋はマジで守備表示でモンスター出しちゃうってとこだから、それだけはマジで注意しちゃできないですね。はい、守備表示でモンスター出してしまうとテレフォンの効果が蘇生じゃなくなっちゃうので、はい、それだけはマジで注意で、スターダストチャージウォーリアーで、ワンドローして、さらにホルスの、カードも引いていく。でさらに特殊召喚、まあ、こっからどうやってこのデッキがワンキルを取るかっていうところの、まあ、ルート、まず一旦ですね、これ炎属性に変えまして、イロハモミジ君で、イロハモミジ君のフィールド上のモンスター全部炎属性にしますよみたいな効果ありまして、これで、起動します。でテレフォン君の効果起動しまして、6出しまして、テレフォン出しまして、でウェイン出し、あ、これちなみにあの超熱血球児っていうなんかバーンダメージ食らわせるお兄さんがいるんですけど、まあ、そのお兄さん引いちゃったらこれで出すっていう手札がね、レックセイバーウェインの効果が今特にないので起動できませんよと。はい、で、まあ、じゃあどうやってそのウェインをね、あ、ウェインじゃない、超熱血球児を出してくるかと言いますと、一旦ですね、これは方針君の効果を起動しまして、で、まあ、出してくるといったところですね。はい、場所分かりづれえな、ここでいいか。で、こうする。で、方針君の効果使って、まあ、これ、超熱血球児出して、で、これ、ラドンの効果を使ってどかしてもいいし、あれです。超熱血球児の効果を使ってどかしてもいいです。超熱血球児の効果で、どかすと、まあ、バーンダメージが。いっぱい入ったりするんですけど、まあ、ちょっと盤面が邪魔でこういう展開ができないなっていう時はこれ使ってください。はい、で、あとは、まあ、これ基本展開の動きにも乗ってるんで、あとはこれで一生リリースし続けるってだけなんですけど、さあ、お相手理解したかな。あ、理解したか、ありがとうな。いや、先手のリプレイというか対戦動画撮れねえや、これダメだ。ソーラーエクスチェンジやば。サレンダーされすぎて。ダメだ。デュエリストカップだったらいけるかなと思ったんだけどな。なんか、あまりにもサレンダーされて、ちょっと、本当にね、このデッキは、終わってますね。対戦になりません。はい。対戦動画として成立しない可能性があります。ええ。ドルイドブルーム。はいはいはい。いいですよ。なんかわかんないですけど、とりあえず、ライトロードビーステッドデッキみたいな感じだから。すごい展開力だね。白雪どんだけ使う？さあ、一生モンスターが湧き出てきて、いや、これ何？どういう盤面が形成されるの ?3 めっちゃ無限に並ばしてっけど。先行母艦、エアロシャーク、誰やばい、ガチでわからん。一旦に一度、このカードを生成すると自分の除外状態のモンスターの数が100ダメージ。やばい、もしかしてこれあれか、俺これ除外状態のモンスター用意されすぎて死にます。なんかドヤ顔で先行ポカンエアロシャークとかいうシャークさんの最強モンスターなんか2体並べてっけど、これもしかしてもう1体並ぶ、え、死ぬ、え、もう4000はいかんくね、1800、なんかライフ残ったぞ、なんかライフ耐えた、わからん、何が起きるんやこれ、スカルセット、はい、わかりません、一体これは何が起きるんでしょうか、こっから僕はどうやって死ぬんでしょうか、除外、はい、
レビオニア、わからない、なんだこれ、何が起きる、レビオニアの方か、光属性だったらモンスター特殊感やばい、えっ、ー